ザリングはアメリカ合衆国で1922年に創刊されたボクシングを扱う月刊専門誌。創刊当初はボクシングとプロレスの雑誌だったがプロレスのスポーツとしての正当性が問題となりボクシング専門誌に移行していった。1924年からボクサーのランキングを独自の基準で定期的に選定している。ザリング自ら ボクシングの聖書と呼称し、その故障が広まっており、ボクシング界では最も権威ある雑誌とされている。創刊当初は、当時の有力プロモーター、テックス、リカードの支援を受け、ニューヨーク市マンハッタンのマディソンスクエアガーデン2階に事務所が置かれていた。1922年2月15日に、ユダヤ系のナットフライシャーによって発行された創刊号は、 販売価格20セント、総ページ数24の小冊で、ジャック・デンプシーや、ベニー・レナードを扱い、写真は少なかった。スポーツライターのダンダニー・エルズが、共同創始者として協力している。フライシャーは、ミスター・ボクシングと呼ばれて、国際的に、親善大使のような役割を果たしながら、自ら記者活動を行い、NBA から解消した後の WBA の依頼で、 ポーンキングピッチ VS ファイティング、原田などの審判員も務めた。リカードには、自身の工業の宣伝に利用しようという思惑があり、フライシャーとの確執が深まるが、そのリカードが1929年に死去すると、財政は逼迫した。1972年にフライシャーも死去すると、娘婿のナットルーベが、後継編集長となった。 1977年には総監当初からの英語版に加えてベネズエラからスペイン語版東京から日本語版パリからフランス語版と3つの国際版が出版されるが自らの利益を寄とするプロモーターのドンキングと提携した後には特定の選手のランキングを不正に上昇させるためにザリングの編集者が すでに死亡している選手や数年間試合をしていない選手をランキングさせていたことが同年 ABC テレビ関係者らの知るところとなり ABC が放送を手掛けた全米トーナメントは中止され人事更鉄に発展する事態を招いたザリングの権威は著しく低下発行部数も激減し1979年にはデイブ・ディ・バッシャーの投資グループに買収され 三代目、編集長には、バートランドルフ・シュガーが着任した。1984年に、元記者で後に、ニューヨーク州コミッショナーとなるランディ・ゴードンが四代目、編集長に着任するが、財政が逼迫し、廃刊寸前まで追い込まれた。1985年には、英国生まれのアメリカ人、ナイジェル・コリンズに交代するが、 財政逼迫は続き1989年から約1年間休館となった。1990年に雑誌ボクシングイラストレーテッドやコマガジン、ワールドボクシング、プロレスリングイラストレーテッドの創刊者でイラストレーター兼カメラマンでもあったスタンリー・ウェストンに買収されたことで財政を立て直す。スタンリーは財政の立て直しだけでなくザリングを信頼のおける。 ボクシングニュースの情報源としての地位も確立させた。1990年にスティーブ・ファーフッドが6代目編集長に就任した。事務所は同年ロングアイランドに移り、1993年にカッパ・パブリッシンググループに買収されるとさらに、 ペンシルベニア州の郊外に移り、1997年には5代目を務めたコリンズが7代目編集長として再任した。2007年9月には、オスカー・デ・ラ・ホーヤが代表を務めるゴールデン・ボーイ・エンタープライズの子会社で、その出版部門を担うスポーツエンターテインメント・パブリケーションズに買収された。この発表に際してデ・ラ・ホーヤは、この雑誌は、彼や、 ゴールデンボーイカンパニーから編集の方向性や内容に関していかなる影響をも受けることなく完全に独立して運営され編集の信頼性は保たれると述べている2008年にはヤフースポーツと提携しザリング公式ウェブサイトとして ringtv.com を開設した2010年3月号からスタートしたデジタル版は当初 雑誌購入者だけに提供されていたが、2011年2月号からは、さらにリニューアルされたデジタル版を雑誌とは別に、単独でオンライン購入できるようになった。2012年からは、事務所をロサンゼルスに構え、マイケル・ローゼンタールが8代目編集長を務めている。2015年11月、ロンダ・ラウジーが、総合格闘家として、初めて表紙に起用された。 創刊当初は世界一のボクシングマガジンを歌い文句にし、その後は世界の公式ボクシングマガジン1972年6月号以降は自らボクシングの聖書と呼称している。かつて姉妹氏としてプロレス氏、ザリングレスリングを発刊していたことがあり、ナットルーベは漁師の編集長を兼任していた。日本からは ジョーコ・イズミが早くから記事を投稿し、東洋地区通信人として活動をしており、現在は、リングジャパンの代表を務めるとともにザリングが独自に定めるランキングの先行メンバーも務めている。ザリング及び ringtv.com のカメラマンでボクシングマガジンの通信人も務める福田直樹は、全米ボクシング記者協会の年間賞において、2010年度、 および2011年度にはアクション部門で2013年度にはスクープ部門でそれぞれ最優秀写真賞に選出されている。ザリングのチャンピオンベルトはバックル部分に階級と名前が刻まれる。写真はファンマーヌエル・マルケスに贈られたライト級のベルト。相関当初の1922年から独自に認定した王者にチャンピオンベルトの授与を行っている。 初授与はヘビー級のジャック・デンプシーに2度目はフライ級のパンチをビラに送られた。この制度は1990年代に一度廃止されたが2002年より新たに選定基準を整備して各階級ごとにベルト授与を行うようになった。この方針は既存の世界王座認定団体が不相応な王者と不相応な挑戦者が対戦するミスマッチを 世界王座戦に認定していることは、ボクシングというスポーツを弱体化させているという批判を反映させたもので、厳格な基準を設けることで、それを満たした選手がその階級で、魔の、そして唯一の世界王者であるという主張を、偽りのないものとするために立ち上げられたものである。また、ザリングは、 その世界王座認定団体とは違い、王座戦の認定によって認定量を徴収することを行っていない。以降は、ザリングの編集委員会に、各国ボクシング記者からなるランキング諮問委員会を加えたメンバーの選考により、毎月独自に各階級及びパウンドフォーパウンドで、世界10位までの選手を格付けした順位を発表している。 この格付けは3つの要素によって決定される。まず第1に結果。次に、勝利、または敗北において、どのようなパフォーマンスを見せたかということ。さらに、対戦相手の質を考慮した上での最近の戦績である。2012年上旬までの王座認定ルールは以下の通りであった。各階級のランキング1位選手と2位選手が、 対戦した場合、その勝者が王者として認定され、これらの対戦がない場合、王座は空位となる。王座が失われるのは、タイトルマッチで負けたとき、他の階級へ転向したとき、選手が引退したときの3つの場合だけである。しかし多くの階級で王座が空位の状態が続いたため、上位ランカー同士の対戦を促し空位の王座を埋めようと、2012年5月に、 新しい選考ルールが発表された。新ルールでは1位選手と2位選手が対戦した場合、あるいはそのいずれかが3位から5位までの選手と対戦した場合、その勝者が王者と認定される。王者が失われるのは、王者が自らの階級で試合に負けた時、他の階級へ転向した時、 どの重量であれ18ヶ月試合を組まないとき、別の重量で試合をしたとしても自らの階級では18ヶ月試合を組まないとき、どの階級でも4位が5位までの選手と2年間試合を組まないとき、選手が引退したときの6つの場合である。しかし、これは先行レベルの引き下げであり、競技水準の低迷にザリングが加担することはないとの批判的な見方もある。 2007年にゴールデンボーイプロモーションズに買収されると、2011年に編集長、ナイジェル・コリンズと複数の編集スタッフが解雇され、それに続く、ランキング諮問委員会メンバーに対する辞任圧力、新規に雇用された編集スタッフによる一連の問題のあるランキング格付け行為により、2012年に新たなランキング格付け団体、 トランスナショナルボクシングランキングボードが設立されている。リングマガジンは王者の認定以外にも以下のような部門の年間表彰や時代を遡った評価を行い、ファイター・オブ・ザ・イヤーを受賞した選手にはメダルが贈られる。ありがとうございます。